どうも、チャンネルレトロキッズへようこそ、鉄尾キッズです。さあ今回はこちら、メカニックザク。さあもう箱からして謎だらけなんですけれども、このキット一体どんなキットなんでしょうか。それではレトロキッズスタート。レトロキッズ。一体のモビルスーツが描かれた何やら怪しげな箱。一見ガンプラのようですが、しかしいわゆるガンプラとは一味も二味も雰囲気が違います。箱の上部にはメカニックザクという表記がありますが、実際に描かれているのはザクはザクでも旧ザク。もしこれがガンプラなら旧ザク、もしくはザクワンという表記をするはず。しかもイラストのカラーリングは普通の旧ザクではなくリアルタイプのもの。これは本当にガンプラなんでしょうか。ガンプラにもメカニックモデルというシリーズが存在するんですが、そちらのラインナップはガンダムとシャーザクの2種類、旧ザクは入っていません。さらにガンプラのメカニックモデルは72分の1スケール。そしてこちらはスケールの表記はないんですが、144分の1のガンダムの箱と比べてもこの大きさ、明らかに小さい。やはりこれは当時たくさん出回ったパチモノ玩具の一つなんでしょうか。と思いきや、玩具の安全基準をクリアしている証、 ST マークや総通エージェンシーと日本サンライズの表記、さらには正規品であることを証明する証紙シールも貼ってある。謎は深まるばかり。そして一番の謎はメカニックザクの上の幻の文字。幻？何なんだろう。全く意味がわからない。最初は何かの表記ミスなのかなとも思ったんですが、どこをどう見ても幻。やっぱり幻で合っているようです。一体これは何なのか、何の手がかりもありません。しかし旧ザクの足元をよく見ると、このマーク、これはなんか見覚えがありますね。三つ葉のクローバーのマークといえば、そうアニメ機動戦士ガンダムのスポンサー玩具メーカークローバーさんのマークです。この幻と書いたメカニックザク、クローバーさんが作ってたんですね。ということでクローバーガンダムメカニックでネット検索してみると、いろんなことが分かってきました。まずこれの売られていた時期なんですが、設定として旧ザクのリアルタイプカラーが広まり始めたのが1982年頃、そしてガンプラのリアルタイプ旧ザクの発売が1983年4月、さらにクローバー社の倒産が1983年8月。そのあたりの情報をまとめると、この幻メカニックザク、売られていたのは1982年から1983年の前半あたりまでではないかなと思われます。そしてこのシリーズラインナップは全部で10種類、ガンダム、ドム、ズゴック、グフ、ゲルググ、量産型ザク、ギャン、ゴッグ、ジム、そしてこの旧ザクとなっております。ちなみにズゴックの表記は間違えられてズゴッグになっちゃってます。箱の色はこの黒と緑のグラデーションの他にも赤、青、黄色があることが分かりました。もっと他にもあるかも。その他には5体セットのものや10体セットのものもあったようです。この他にもメカニックイデオンのシリーズもあり、主に駄菓子屋さんなどで売られていたようです。それではいよいよ箱を開けて中を見ていきましょう。小さな袋に入っていますが、これはおそらく前の持ち主さんが入れたんじゃないでしょうかね。実はこれ実物を見るまではすっかり忘れていたんですが、私子供の頃に 2,3 個持ってましたね。これを見た瞬間に、あーそういえばあったなーってなりました。幻って書いてありますが、幻ではなかったんですね。こちら箱絵ではザクマシンガンを持ってますが、実際にはザクバズーカを持っております。成型色は旧ザクらしい緑色。でも実はこれたまたまで、
クリア部分も含め成型色にはいろんなパターンがあるようです。なんならこちら側の外装もクリアではないパターンもあるみたい。メカニックモデルですから、こちらの外装を取り外せます。ほら、かっこいいメカが出てきた。思った以上にメカニック部分の出来がいい。外装を取り付けても内部メカのディテールが分かるちょうどいい透け感。こんなん男の子絶対好きじゃん。これが駄菓子屋に売ってたら買わない選択肢ないでしょ。このクローバーのメカニックガンダムシリーズ、駄菓子屋さんではくじの景品とかにもなってたみたいなんですが、私の場合コスモスとかのでかいガチャガチャで買ったような記憶があるんですが、どうなんでしょう。そしてこの幻、全10種のうちこの幻と書いてあるのはメカニックザクだけなんですね。残りの9種類はガンダムもしくはモビルスーツという表記になっております。そしてこれらがくじの景品やガチャガチャだったとしたら、この幻もしかしたらシークレットのことなんじゃないでしょうか。まあ今ではクローバーさん自体がありませんので確認できないんですが、そうなんじゃないかなと思っております。もし知ってるよっていう人がいたらコメントで教えてください。それではこの幻メカニックザク、せっかくなんで塗装もしちゃいましょう。さてこちらスタイル変更などの大きな改造はしないんですが、塗装の前に基本的なところはちょっとやっとこうかなと思います。まあまずこの肩の裏側の肉抜き穴、これは埋めたい。それから体の側面にこれパーティングラインかなと思われる線が入ってたんですが、よく見ると合わせ目ですね。しっかり接着されてない、ここは合わせ目消しをしときたいですね。まああとはモールドの緩いところなんかはちょっと掘り直したり、まあそれぐらいですかね。ほらやっぱり全然接着されてませんでした。パーツの構成はこんな感じ。まあこうやってバラバラにできた方がヤスリがけはしやすいですね。さあ少しだけ基本的な工作を行いました。まあ合わせ目消しや少しだけモールドの彫り直し、あと肩がですね、ちょっとあまりにもカクカクしていて旧作っぽくなかったのでエポパテで心臓しました。そして肩の関節、仕込みました。それぐらいかな。あとバズーカの先っちょ穴開けました。それではいよいよ塗装に入っていこうと思います。まずは黒サフを吹いてきます。さあ黒サフでクリアパーツ以外は全部真っ黒になりました。こっからは筆塗りで仏上げていきます。使う塗料はこちら、下出るカラさあ、ある程度塗り分けが終わりました。ただまあこれだけだとちょっと寂しい気がしますので、こっからさらにもうちょっと味付けをしていこうかなと思います。うん、だいぶメカっぽくなった。さあいよいよ完成いたしました。それでは完成写真をご覧ください。どうぞ。いや、まだだ。まだなんかもうちょっと物足りない。うん、もう少し行ってみよう。さあマーキングが全くなしっていうのはちょっと寂しかったので手書きで施してみました。今度こそこれで完成です。それでは完成写真をご覧ください。どうぞ。
さあ見ていただきました。いかがだったでしょうか。こうやって手に持ってるところ見てみるとめちゃめちゃちっちゃいのがわかると思います。まあぶっちゃけモールドとかかなり甘いところあるんですが、当時多分100円ぐらいで売ってたと思うんで、それ考えると結構よくできてるんじゃないかなと思います。まあ正直メカの構造としてはね、膝どうやって曲がんだよとは思いますけれども、まあまあそんなん言い始めたらね、80年代のロボットアニメ見れない。いいのいいの、もう金属だろうとね、関節はぐにゃりと曲がりますから。さあといったところで今回の動画は以上でございます。楽しかったよって人はぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあみんな明日もお仕事頑張ってね。